はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。宮下とつつさんです。よろしくお願いします。フィッティングにまつわる言葉を学びながら、はい、フィッティングとは何ぞやに親しくなろうということで、やっております。はい、今日はちょっといくつか散らばる可能性もありますけれども、先ほどとちょっと似てるんですけど、はい、オーバースペックという言葉と、はい、硬さ重さってフィッティングではどう考えてるんですか。はいはいはい。あと僕が出会ったバランスって言葉ってそもそも何なんですか。出ました。はい。もしかしたらバランスもう一回あっち行くかもしれないけど、はいはい、フィッティングの中でどう使われる言葉なんですかってことが知りたい。はいはい。オーバースペックは。オーバースペックって多分業界では使わないこと。よく使いますよ。使うんですか。意外と使ってると思います。彼にはオーバースペックとかゴルフ雑誌に書いてあるとかっていうよりはどちらかというとお店に行く人が、はい、お店の人に言われたりとか聞いたりするケースが結構多いんじゃないかなっていう気はしますね。オーバースペックだと例えば宮下さんにはオーバースペックですよみたいなそんな言い方を多分言われそう言われてるんじゃないかなと。でアンダースペックにしましょう。はい。ちょっとよくわかんないですよね。はい、で、じゃあ何柔らかくて軽くしましょうって言ってくるんですか。はいはい。って言ってピンとこないですよね。で、じゃあ本来はもともとオーバースペックっていうのは例えばそのクラブの、A と B を比較した時に、はい、まあどちらが重いですよとか、はい、長いですよとか、はい、ヘッド重量がこっちが重いですよとか、はい、軽いですよっていう、はい、まあものの比較論でオーバースペックっていう言葉はクラブあってもいい、はいはい、そういう使い方を本来はするべきなんですね。はいはい、A と B だと A の方が重量もあって、はいはい、っていう話だと思うんですけどなんとなくフィッティングの現場で使われてるオーバースペックっていうとあなたの実力ではまだダメですよ的なあそれもあるなんかちょっとこうディスりが入るじゃないですか。はい、ただ現実にはこのオーバースペックとかアンダースペックっていうのは重いからダメ硬いからダメ、ヘッドが小さいからダメっていうことじゃなくて、うん、単なる例えば宮下さんっていう方にとっては、合ってないストライクゾーンとしておそらく使ってもいいショットが出ませんとか、うんうん、予定したほど飛びませんとか。イメージするほどボールが上がりませんよっていうぐらいであマッチしてませんよそういうことですぐらいでとどめておいた方がいいです。それは健全ですね、はい、生きるためにはね。はい、はい、でも聞きたいのはそのじゃあ実際フィッティングの中で重さ硬さってどう使われてるのかわからないと、はいはい、言われる方はどんどんへこんでいきますよね。そうですそうですそうです。これは、プロゴルファーの人であれ、はい、一般のゴルファーの方であれ、はい、まあ一般的に皆さん硬さっていうと、まあ、シャフトのこの硬さ、はい、で、まあ、目で見て分かるのは、まあ、シャフトの裏側に今書いてるものが多いんですけど、はい、まあ、フレックスですよね、はい、R って書いてあったり、まあ、女性だったら L とか A とか、はい、っていう硬さですよね。はい、でこれに、じゃあ R だからうまくないから R がいいかとか、はい、プロゴルファーだから X がいいかとかっていうのは、はい、そもそも関係ないと思っていただいた方がいいです。例えば300ヤード打つ、プロゴルファーの人が R シャフトで、ぴったりあってそれが本人は手放せないっていうケースもいっぱいあります。この前中2の蔵之介君は、はい、R シャフトで平均280キャリーで飛ばすって言ってたので彼の振り方ってそうだよなっていう。はいはい、なんとなく普通の人も分かると思う、はい、で女性の方ですと、L シャフト、うん、A シャフトじゃなきゃダメかっていうと、うん、逆に、男性が使うような S シャフトでなおかつ重さもあった方がきちんと当たるっていう方も、うん、ここの PCM ラボにはいっぱいいらっしゃるんですね。でそもそもちょっと、用語のところでいうと、うん、L とか A とかっていうのはそもそも性別の話じゃないので。L シャフトってもともとレディースの L じゃないんですよ。ああなるほど、そういう人もいるんだ。はい、A もその女性用っていう意味は全く関係ないので、はいはい、っていうまあ一つのシャフトの硬さ、はい、それともう一つは当たった時のその打感からくる硬さとか、まあ、素材の違いによる硬さ、はい、これが入っちゃってる人もいます。はい、あその頭の中にシャフトじゃなくてそうそうそう、当たった時の打感ですよね。柔らかいとか。はい、弾いた気がするとか、はい、これもやっぱり実際打っていて感じちゃうことですよね。あとはその持った時のそのグリップがぐっとこう手の中で硬く感じるとか、今グリップも種類いっぱいあるじゃないですか。グリップによってそのクラブどう感じるかってなんかめちゃくちゃ変わりそうな、まあ唯一の接点なんで、はい、クラブのそのシャフトの硬さ以上にもうその前段階でグリップがカチコチだと、あ、なんかこのクラブ硬いって現実には感じちゃうんですよね。これも硬さの一つですね。あとは実際にそのショットをして振り回した時の振ってる最中がなんとなくすごく棒のように硬く感じるっていう硬さと、必ずしもここだけが全部言えるかっていうとそうとは言い切れないんですよね。ですアルファベットのじゃあレギュラーっていうものがあって、上に行けば行くほど硬いかっていうと、各社のモデルとかあと重さによってもその実際に振った時の硬さって変わっちゃうんで、必ずしも A 社と B 社の R が同じかっていうとそれもないんですよ。カレーで言ったら甘口とか中辛とかっていうぐらいのものだと思ってたら、バーモントとジャワカレーの甘口は違うよねみたいな。で同じハウスだったらこう辛さの段階が12345とか書いてあればいいんですけど、他社ものになってくるともうそもそも違いますし、カーボンとスチールの素材からくるこうビジュアルも違うじゃないですか。なんかこっちの方が硬そうに見えますよね。あ、じゃあちょっとでもそこでやっぱり正解を知りたい視聴者としては、はい、球が縦横、はい、あヘッドが縦横、はい、縦横にこう散らばる人、はいはい、当たり場所がですね、はい、は硬いのがいいのか柔らかいのがいいのかっていうのをなんか来て、うわすっごい何このクラブ面白いですよね。これも昔の名機です。かあすごっ、何ですかこれ。これもだからこういうものを作ったらどういう人に優しいんだろうかって、まあ、すごくヒットしたクラブなんですけどね。さっきのそのばらつきで言うと、シャフトだけで言うとしなればしなるほど、このシャフトのこの再現性っていうのが不安定になるわけですね。どこかわかんないですよね。はい、当然釣り竿みたいな作りのものなんで、はい、こう下にぐーっとこう垂れてきたりするので、ああ下も行きますよね。思ったところに当てるってことを考えれば、シャフトは硬ければ硬いほどそれは当たりやすいんですよね。同じ場所に来るから。そう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 。ただそれをやることによってせっかく長く作ったのにしならないからヘッドスピードが上がらないとか、うん、その当てた後のボールの上げやすさとか、ヘッドの返りやすさってことになってくると、これが必ずしも硬ければいいとも言い切れないと。ただ、現実にはなかなか真ん中で当たらなくて困ってる人っていっぱいいるじゃないですか。そういう人でいうと、今使ってるシャフトの硬さがもしかしたら柔らかすぎるからそういうことが起きてるってことは考えるのはいいと思います。これは女性でもそうですし、ちょっと柔らかくしたらもっとばらつく可能性もあるってことです。まあ、硬ければ飛びにくくはなるよと、はい、それは当てやすくはなると、うん、当てやすくはなると、はい、で何て言えばいいんですかね。そうか、ちゃんと当て、でもそのタイミング、その人が意識しようがしまいが、まあ、いい感じで当てる確率上がるのは硬い方だ、間違いなく硬い方が当たるのは当たるんですよ、はい、飛ぶ飛ばないは別にしてね、はいはい、でその差って、硬い柔らかいにおける飛距離の差ってどのくらいの幅なんですか。それさえ分かってれば硬ければ硬いほどいいじゃんっていう、別に5ヤード10ヤード飛距離とか別にみたいな、はい、まあ、シャフトの場合はその飛距離にどれぐらい寄与してるとか、はい、エンジンとか、まあ、いろんな表現があるんですけど、はい、はい、現実には思ったところにクラブを連れてくる、はい、まあ、足回りっていう役目で考えてる方の方が多いんですよ。そこにシャフトのしなりが加わってくるとあっちこっちにこう、はい、はいはい、それを期待して使ってるっていうこともありますけど、はい、はい、まず思ったところにボールに当てるのに連れてくる棒なわけですよね、はい、絶対的に、はい、その中に振り心地とかあるんですけど、硬ければ硬いほどいいですし、あとは当たってしまえばどちらかというとヘッドの機能から出てくる飛距離の方が大きいんで、うん、じゃあシャフトだけで5ヤードも何十ヤードも伸びるかっていうと、うん、それを実感できるのはやっぱりばらつきがある方がシャフトを変えて当たるようになったから、結果芯に食ってるんで距離が出るっていう意味なんで、うん、シャフトだけがボールを飛ばしてるわけじゃないんですよね。そりゃそうです。いいところに連れてきたり自分の思ったタイミングに来るからスピードが出るっていう、うん、順番的に言うといいインパクトを作ったからそれが飛んでるわけで、じゃあその人に近ければ近いほど飛ぶようにはなるよってことをおっしゃってるってことですか。シャフトだけで飛んでるわけじゃないってことです。じゃあ柔らかければ柔らかいほど飛ぶわけでもないってことですか。そういうことです、そういうことです。ただ硬すぎて思ったところに来ない人からすると柔らかい方が戻しやすいっていう人も両方でいるわけです。そうですね。その人にとってはシャフトがしなればしなるほど当たりやすくて飛ぶっていう現象も。別に PCM の宣伝したいわけじゃないんですけど、合ってるかどうかってどうやってそのフィッターの人たちは一般的には分かるんですか？それ目で分かるんですか？いい感じで来てるよみたいな。弾道測定器の飛距離見て分かるんですか？現実には今どっちの方が飛びましたねとか上がりましたねとかっていう結果でしか今比較できないのが、当たる場所とか分かんないじゃないですか。そうですそうです。それに今はその、当たった瞬間のどこに当たったかって、まあ、記録するもの、はい、今真ん中から外れましたねとか、それ分かるんですか今時のっていう機会もあります。で皆さんで言ったらお店にこうシールとかスプレーでこうどこに当たったかって分かるじゃないですか。なるほどなるほど。ああいうものを測りながらお店でその飛距離を比べたりすると、この話しながらこの話してたらそうなんですよ、ややこしいですよね。言われる方はやっぱ今この話はいいよって思いますね。ですよね。でヒッティングしてる方も今はどこの話をしてるなんてわざわざ皆さん言ってくれないじゃないですか。だからだんだんちんぷんかんぷんになってきて、もう今宮下さんがおっしゃってるように疑心暗鬼になるのは分かります。ただまず当てやすさだけで言ったらシャフトは硬くして動きを少なくするっていうのは一番有力な方法ですよね。まあマッチしやすい方向に行きますよね。結局ねみたいな。ただ振り心地がよくなくなっちゃったりとか、当たった時の感触がものすごく硬く感じたり、ボールが捕まんなくなったりっていうこともあり得るんで、やっぱバランスが必要なのは必要なんですよね。変な言い方しますけど、プロゴルファーは自分が打てるクラブで自分のタイミングが分かってる前提だとして、そのタイミングに合う究極に柔らかいドライバーとかを探してるんですか？プロになろうとかいう話じゃないんですけど、その感覚ってどこにあるんですかってことを聞きたくて、パーンそれか投げるみたいなイメージはいろいろあると思うんで、プロによって、自分のタイミングが分かってるってことですよね。でもね、ある程度プロゴルファーの、まあプロゴルファーって言ってもものすごく幅があるので、じゃあタイガー・ウッズと、石川遼プロが全くそっくりなことを考えてるかって、まあ細かくは違いますけど、でも彼らの場合はうまく打てた時の感覚ってもう大体持ってるわけですよね。だから探してるのももちろんありますけど、これぐらいで打てた時はこれぐらい飛んでほしいっていう、その感覚と結果の一致を求めてるので、そこを見るために弾道測定器はすごい必要だと思うんですよ。だけど我々、まあ、一般の方がそのフィッティングをする時の弾道測定器って、200ヤードですって言われたら、あ、200ヤードなんだっていうぐらいしか自分の感覚とは分かりようがないですよね。そしてはそのインドアで打ってて、あ、今のショット195ヤード飛んでるとか想像つかないじゃないですか。行ってみて、ああこんなに飛んだとかっていうのを本当は知る場所なんで、弾道測定器ありきというよりは、今のどこで当たったと思います？いや真ん中だと思う。いや実は先でしたよとか、本当はそこのギャップを埋めていく作業の方がフィッティングには必要だと思います。このシャフトのことはどのタイムで当たったかは分かりづらくないですか？めちゃくちゃ難しいです。だから PCM の場合はインパクトって言ってもどっからどこまでインパクトっていうのがすごく難しいので、PCM ラボの場合はまずボールの外側を計測して、クラブフェースがボールの外側に触れた場所ですね、ここをインパクトと、でその時にボールがこっちに当たったのかこっちに当たったのかっていう、まあ場所をカメラで実際に撮りましたと。これがまずインパクトの話ですね。でそこに行く時に例えば、90度に当たっても開いてるものが閉じてる途中の90ヤード、90度か、もしくは90度のまんまこう当たっての90度か、もしくは下向いたものが上に向き直しての90度か、まあいろんな90度があるわけですよね。だからここだけで何かを判断するっていうよりも、やっぱり前後のストーリーがあってのインパクトなんで、そういうのも見れる。そこを見てます。すごいな。たまたま運よくその真ん中に当たったとか、たまたま自分で何の感覚もなく芯を食ったっていうだけの芯なのか、それとも先で打とうとしたけど真ん中だったのかっていうのは、これ全然違いますよね。それも分かるんですか？それも分かります。っていうのはまず測る。っていう作業をやってますね。これ結構長くなっちゃいましたけど、はい、バランスいかないんで、はい、いやもう一個あるんですよ。いや重さとフィッティングって何なんですかって話して、まずそのバランスって一番聞く言葉だと思う。